こんにちは。心理カウンセラーの高村です。メンタルの調子を崩されて、自由が丘、都立大学、学芸大学あたりで精神科クリニックを探していらっしゃる方、おられるかと思います。最初は薬を使って、辛い症状を落ち着かせていくっていうのはとても大切なことですよね。ただ、薬だけを使い続けていくことに、副作用ですとか、やめた後の再発っていうことが不安になっていらっしゃる方も当然おられるかと思います。そういった場合は、薬に加えてカウンセリングを併用していくっていう方法もあります。カウンセリングをやっていきますと、対話を通じて心の体質改善というものを図っていきますので、その結果薬を減らすのが早くなっていきますので、副作用の負担も減っていく、やめた後も再発しづらいっていうのがありますね。進め方としては3通りあります。一つはまずは薬の治療に専念していく、あるいは初めから薬とカウンセリングを併用という形でやっていく、もしくはカウンセリングだけでスタートし、様子を見ながら必要に応じて薬を使っていく、こういった道筋がありますので、ご自身にとってぴったりくるやり方で回復に向かって進んでいってくださればというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。